ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。2023年シーズンは頓宮裕真が首位打者を取ったけれど、打率3割7厘だったから、少し寂しい感じだよね。でも、パリーグで3割を打ったのは2人しかいなかったし、セリーグも3割を打ったのは3人しかいなかったからね。そうだったのか。でも、NPB でシーズン最高打率の記録を持っているのって誰なの？NPB でシーズン最高打率の記録を持っているのはバースで、1986年の3割8分9厘なんだよね。ちなみに、パリーグの記録は2000年のイチローで、打率3割8分7厘っていうことなんだよ。イチローはこういう記録には必ず絡んでくるねー。そうだね。イチローは、1994年にも打率3割8分5厘を記録していて、3割8分以上の打率を複数回記録している唯一の選手なんだよ。へぇ、そうなんだ。ちなみに、打率3割6分以上っていうことにすると、イチロー以外にも複数回記録している選手がいて、クロマティが2回、打率3割6分以上を記録しているんだよね。おぉ、ここで、クロマティが出てくるのか。ということで、この動画では、クロマティについて、投げ込んでいくよ。プレイボール。クロマティって、どこの人なの？クロマティは1953年生まれで、アメリカのフロリダ州マイアミビーチ出身なんだよ。おぉ、クロマティはマイアミビーチ出身なのか。クロマティのお父さんも野球選手だったこともあって、クロマティは子供の頃から野球に親しんでいたんだけれど、マイアミジャクソン高校を卒業するときに、その年のドラフト7巡目でシカゴホワイトソックスに指名されたんだよ。そしたら、クロマティは最初、ホワイトソックスに行ったの？いや、それが、この時は断って、マイアミデイドカレッジに進学。ああ、大学に行ったんだ。それで、大学に行ってもクロマティはドラフトで指名され続けて、1972年1月のドラフト3巡目で、ツインズが指名。1972年6月のドラフト1巡目で、パドレスが指名。1973年1月のドラフトで、アスレチックスから指名されたんだけれど、どの球団とも契約しないで。クロマティって、プロ入り前からすごい選手だったんだねー。それで、1973年6月のドラフトでエクスポズが1巡目で指名して、やっと、プロ入りすることになるんだよ。クロマティのキャリアがスタートしたのは、エクスポズだったんだねー。そんなわけでプロ入りしたクロマティは、1年目マイナーで打率3割3分6厘、ホームラン13本、61打点、30盗塁を記録。すごいじゃん。クロマティは、この好成績で、メジャーから声がかかって、1974年にメジャーデビュー。クロマティは、プロ入り後、すぐにメジャーデビューできたんだねー。でも、そのままメジャーに定着というわけにはいかなくて、翌1975年はメジャーでの出場はゼロで、また、マイナーでプレイしたんだよ。やっぱり、メジャーの壁は厚いねー。でも、その翌年には、またメジャーに呼ばれて、この辺りからクロマティはメジャーに定着することになるんだよ。それで、翌年にはエクスポズの外野でレギュラーの座を勝ち取って、メジャー初ホームランも記録。すごいじゃん。そして、1978年にはチームトップの打率2割9分7厘を記録して、1979年には19試合連続安打を記録しているんだよ。若い頃から、クロマティはアベレージヒッターだったんだねー。そうだね。クロマティの若い頃からの特徴って言ったら、アベレージヒッターもそうなんだけれど、守備に難があったのも若い頃からの特徴で、そうだったんだ。でも、メジャーの外野手で守備難はきついでしょ？だから、クロマティは1980年からファーストに転向となったんだよ。へぇ、クロマティって、メジャーでファーストの経験があったんだねー。でも、ファーストに転向しても、クロマティの守備難は相変わらずで、ファースト転向1年目の1980年にはリーグトップの14エラーを記録。ファーストは、意外とフィールディングが難しいもんねー。それでも、この年のクロマティは全162試合にフル出場して、打率2割8分8厘、ホームラン14本、70打点を記録。バットの方は好調みたいだねー。そうだったんだよね。それで、翌1981年に、クロマティは打率3割をクリア。おぉ、メジャーで3割はすごいねー。ところが、翌年、また外野にコンバートされたクロマティは、調子を落としてしまって、1983年には、試合に負けた後のクラブハウスで激高して、テーブルをひっくり返して、監督から3試合の出場停止処分を受けるなんていうこともあったんだよ。ああ、クロマティはそういうところも、日本に来る前から変わっていないんだねー。それで、1983年のシーズンオフに FA となると、クロマティは代理人に日本でプレイしてもいいよって、日本の球団に売り込んでくれって頼んだんだよ。え、そうなの？それで、巨人に行くことが決まって、クロマティは1984年から巨人でプレイすることになったんだよね。そりゃ、現役のメジャーリーガーが取れるとなったら、巨人は取りに行くよねー。
そうなんだけれど、この時の巨人には、目玉になるような外国人選手を獲得しなくてはならないっていう事情があって、そうなの？どんな事情があったの？1984年から巨人は王さんが監督に就任するっていうことで、そのバックアップ体制を取る必要があったんだよ。おお、王さんが巨人の監督になるタイミングだったのか。それと、1984年は巨人の球団創設50周年の記念の年だったから、何としても優勝したいっていう事情を抱えていたんだよね。この頃の巨人って、強かったの？王さんが監督就任する前の年の巨人は、セリーグで優勝していて強かったんだけれど、日本シリーズで西武に負けちゃって、日本一にはなれなかったんだよ。だから、その翌年の1984年は球団創設50周年の記念イヤーだし、王さんが監督になるし、絶対、日本一にならないといけない年だったんだよね。それは、日本一にならないとダメだねー。それで、この年の巨人はどうだったの？それが、開幕から10試合で1勝しかできなくて、結局4月は5勝10敗5分け得点。開幕からつまずいちゃったんだ。それでも、巨人は5月に5連勝、6月に7連勝、8月下旬から10連勝で巻き返したんだけれど、ダメだったんだよね。結構連勝しているのに、開幕でつまずいちゃったのが痛かったねー。でも、来日1年目のクロマティは打率2割8分だったものの、ホームラン35本、93打点を記録して、夏場頃からはクリーンナップを打つようになったんだよね。クロマティは日本の野球にすぐ対応できたんだねー。それでも、打率が2割8分だったことが表すように、クロマティも最初は、日本のピッチャーに手こずっていたみたいなんだよ。え、そうなの？でも、そんな状態のクロマティを救ったのが王監督だったみたいで、左肘と脇腹の間に本を挟んで打撃練習をしてみたらどうだ？っていうアドバイスがあって、クロマティは左バッターだから、左脇を締めろっていうこと？それで、この練習を実践したクロマティは、コンパクトなスイングを身につけることに成功して、日本のピッチャーに対応できるようになったっていうことなんだよね。そうだったんだ。クロマティもすごいけれど、王さんもやるねー。それで、クロマティは来日1年目こそ、3割を打てなかったんだけれど、2年目からは毎年3割を打つようなバッターになったんだよね。まあ、クロマティはもともと、アベレージヒッターだもんねー。それで、王さんは巨人の監督に就任してから2年連続3位で、3年連続の V1 は避けなくてはならないっていうことで、絶対優勝する意気込みで、1986年のシーズンを迎えたんだけれど、昔の巨人の監督は大変だねー。この年は夏くらいから巨人と広島のマッチレースになったんだよね。それは盛り上がるねー。ところが9月に巨人広島の直接対決があったんだけれど、ところが、ここで巨人は次の試合で4番の原辰徳が津田常美のストレートをファウルした時に、重傷を負ってしまって、戦列を離脱する大ピンチに見舞われるんだけれど、シーズン終盤に4番がいなくなっちゃったら、大ピンチじゃん。そうだったんだけれど、ここから4番に入ったクロマティが神がかり的な活躍を見せて、見事に原辰徳の穴を埋めるんだよ。神がかり的な活躍？この原辰徳が怪我した翌日から4番に入ったクロマティは、3試合連続ホームランを打って、巨人は6連勝を記録。クロマティの牽引で、大巨人の初優勝に向けて、快進撃をしていくんだよ。優勝を争っている中で、シーズン終盤の6連勝は大きいねー。ところが、麹島大志で、今度は絶好調のクロマティを不幸が襲うんだよ。何があったの？10月2日の神宮球場でのヤクルト戦だったんだけれど、高野ひかるが投げた145キロのストレートがクロマティの頭部を直撃。頭にぶつかっちゃったの？クロマティはその場に倒れちゃって退場となってしまって、巨人は原辰徳に続いて、クロマティまで失ってしまうんだよ。そんなにすごいデッドボールだったの？だって、この時クロマティのヘルメットにボールが当たった音が、外野スタンドでも聞こえたっていうことだったんだよね。うわぁ、それはすごいねー。それで、クロマティは病院に運ばれて即入院となってしまって、翌日の巨人は4番中畑清、5番山倉和弘の苦肉のオーダーで試合に臨むんだけれど、先発の水野勝人が初回にいきなり3失点。4番中畑清、5番山倉和弘はなかなか厳しいねー。それでもなんとか同点に追いついた巨人は、6回表、2アウト満塁のチャンスをつかんで、バッターは1番の松本忠だったんだけれど、ここで王監督はクロマティを代打に送るんだよ。クロマティは入院したんじゃなかったの？それが、クロマティはこの試合の5分前にベンチ入りしていたっていうことなんだよ。優勝争いの真っただ中だったから、入院なんてしていられないっていう感じだったんだろうね。クロマティはすごいなぁ。それで、打席に入ったクロマティはここで、尾花高尾から代打勝ち越し満塁ホームラン。大巨人の初優勝がぐっと近くなる奇跡のホームランを打ったんだよね。
うわぁ、それはドラマチックだねー。クロマティが大歓声の中で、ガッツポーズ。ベースを一周してくると出迎えた王監督と抱き合って、これで、王巨人の初優勝が決まったって、誰もが思ったんだよね。え、ということは、この年、巨人は優勝できなかったの？そうなんだよ。この年のセリーグの優勝の行方は最後までもつれて、最終的にゲーム差なしの3厘差で広島が優勝となったんだよ。おお、この年は広島が優勝したのか。優勝した広島は西武との日本シリーズになったんだけれど、この年の日本シリーズは初戦が引き分けで、その後、広島が3連勝して、第5戦で西武の工藤公康がサヨナラヒットを打つと流れが変わって、その後、西武が4連勝したっていう日本シリーズだったんだよね。ああ、秋山がバク転したのもこの年の日本シリーズだったのか。うん、それで、山本浩二がこのシーズン限りで引退となったんだよ。ああ、ピーコが引退したのもこの年だったんだねー。そうだったんだよね。でも、王監督にしてみれば、3年連続 V1 となってしまって、翌年は後楽園球場最終年ということもあって、何としても優勝しなければならない年になってしまったんだよ。王さんは、毎年、優勝しなければならない事情を抱えちゃって、大変だったんだねー。それで、何としても優勝しなくてはならない王さんは、前の年まで中日の監督だった山内和弘を引き抜いて、巨人のバッティングコーチに就任させるんだよ。え、中日の監督を引き抜いて、巨人のバッティングコーチにしたの？すごい話だねー。それで、監督を引き抜かれた中日は、39歳の星野仙一を監督にして、巨人に対抗したんだよ。おお、ここで星野監督が誕生したのか。でも、これは星野監督も巨人に対して黙っていないでしょ。そうなんだよね。星野監督は巨人に対して、敵意むき出しで、この年は戦いを挑んでいくことになるんだよ。若い頃の星野監督は、本当に血気盛んだったらしいもんねー。それで、そんな年に王さんが頼りにしたのがクロマティで、翌年の開幕スタメンの4番にクロマティを据えて、王さんは優勝を目指していくんだよ。この時の巨人って、どんな感じの開幕オーダーだったの？松本忠、河野純喜の1、2番コンビニ、3番篠塚俊夫、4番クロマティ、5番吉村貞明のクリーンナップで、6番中畑清、7番駒田則弘、8番山倉和弘っていう感じだったんだよね。あれ？原辰徳は？うん、原辰徳は開幕に出遅れて、シーズン途中から復帰したんだけれど、復帰してからも王監督は4番クロマティのオーダーを続けたんだよね。そうだったんだ。でも、シーズンも半ばに入り始めた中日戦で、クロマティは大事件を起こすんだよ。え、大事件？しかも、因縁の中日戦だったら、やばそうじゃん。うん、この試合は熊本藤崎大球場での試合だったんだけれど、先発杉本忠の後を継いで、宮下正美が投げていたんだけれど、7回2アウト2塁の場面で、バッタークロマティを打席に迎えるんだよね。何が起こったの？それが、宮下正美が投げたボールがクロマティの背中を直撃。え、右ピッチャーが左バッターの背中に当てるなんて、ありえないじゃん。そうなんだよ。しかも、クロマティーンは極端なクラウチングスタイルだったから、余計にありえないことだったんだよ。星野監督だし、絶対わざとじゃん。それで、怒り狂ったクロマティはマウンドに突進、宮下正美に強烈な右ストレートでパンチを浴びせたんだよ。うわぁ、綺麗に入っちゃってるねー。これで、宮下正美は、左顎打撲、口内裂傷で全治10日間となってしまったんだけれど、この後は両軍入り乱れての星野監督お決まりの大乱闘となってしまって、大変だったんだよね。おお、80年代のプロ野球っていう感じだねー。まあ、これでクロマティは退場処分となったんだけれど、星野中日に一歩も引かなかったことで、これで一致団結できた王巨人はなんとか、この年初優勝。やっと、王さんも優勝できたんだねー。よかったねー。結局、山内和弘をバッティングコーチに連れてきたのが大正解で、クロマティの他にも、原辰徳、吉村貞明、篠塚俊夫、中畑清と、3割バッターがずらりと並ぶ打線が完成して、8番山倉和弘もホームラン22本を記録して MVP を獲得するほどだったんだよね。それは恐怖の8番バッターだねー。ところが日本シリーズではクロマティが伝説のプレイの当事者になってしまい、西武に負けちゃって、王巨人は日本一になれなかったんだよ。クロマティが伝説のプレイの当事者になってしまったって、どういうこと？うん、3勝2敗で西武が王手をかけて臨んだ第6戦、西武1点リードで迎えた8回裏ワンアウト1塁の場面で、3番秋山浩二の打球はライナーで、巨人のセンタークロマティの前に行ったんだけれど、センター前ヒットか。ところが、この時、セカンドベースを蹴った1塁ランナー辻初彦の視線の先で、サードコーチャー井原春樹の右手がぐるぐる回って、
一瞬のためらいもなくサードベースを蹴った辻初彦は、一気にホームを陥れたんだよ。え、センター前ヒットで、ファーストランナーが帰ってきちゃったの？そうなんだよね。この時、西武はクロマティの守備の動きは緩慢だし、取ったらふわーって返球するから、次の塁を狙えるチャンスがあるっていうことを事前に掴んでいたんだよ。それでも、なかなかセンター前で、ファーストランナーが帰ってくるのは難しくない？それが、この時のバッターは俊足の秋山浩二だったから、中継プレイに入った河合正弘は、バッターランナーの秋山浩二にも気を取られていて、クロマティの返球を受ける時に、辻初彦の動きを終えていなかったんだよね。ああ、そういうこともあったのか。それで、翌年、何としても日本一になりたいっていうことで、並々ならぬ決意で翌シーズンを迎えることになったクロマティは、シーズン開幕前にこの年限りでの引退を表明。え、シーズン前に引退表明しちゃったの？うん、シーズンが終わったら、引退するっていうことだったんだよ。それは、かなり思い詰めているねー。ところが、そんな重大決意のもと、望んだシーズンだったんだけれど、6月13日の阪神戦で久保康夫から指にデッドボールを受けたクロマティは、左手親指を骨折しちゃって、残りのシーズンを棒に振ることになっちゃったんだよ。あちゃー。それじゃ、引退できないねー。うん、クロマティも、もちろんそういう気持ちで、引退を撤回。改めて、翌シーズンに入る前に、この年限りでの引退を発表したんだよ。それでも、引退の気持ちは変わらなかったのか。それで、翌1989年のクロマティは開幕から打ちまくって、シーズン規定打席の403打席に到達した時点で、打率4割を超えていて、この時のクロマティは96試合まで打率4割を維持していたっていうことなんだよ。え、そしたら、NPB 初の4割バッターの誕生じゃん。この年の巨人はチームも独走状態だったから、監督もクロマティに休養したらどうだ？って言ったんだけれど、クロマティは試合に出続けたこともあって、最終的に打率3割7分8厘に終わっちゃったんだよね。もったいなかったけれど、試合に出続けたのは偉いねー。それで、この成績のせいもあって、クロマティは引退を撤回して、翌シーズンも巨人でプレイしたんだけれど、結局、翌年限りで退団となってしまったんだよ。巨人退団後はアメリカに帰って、メジャー復帰を目指したんだけれど、復帰できなくて、そのまま引退となってしまったんだよね。そうだったのか。お疲れ様でした。クロマティは日本人向けに YouTube をしていたこともあるみたいだし、まだまだ、日本の野球ファンに愛されているみたいだよね。うん、そうだね。巨人も、クロマティみたいな助っ人が入ると、一気に優勝っていうことになるんだけれど、なかなか、クロマティみたいな助っ人は難しいよね。そりゃ、そうだよ。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。